Check this out. 塚崎キッズチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。せーの、塚崎キッズです。今日は緊急告知ということで、今緊急で動画を回してます。はい、実は塚崎キッズの愛理がタレント活動を始めます。おー、そうなんです。これから塚崎キッズチャンネルの中で私の企画もやらせていただきます。題して愛理のトゥインクル企画。まずは2つのシリーズとして、1つ目、アーティスト活動チャレンジ、歌手デビューに向けてもうレコーディングも始めてるんですよ。そして2つ目、競馬タレントチャレンジ、まだ19歳で馬券は買えないんですけど、19歳の私なりに予想してみたり、競馬の魅力を伝えられるような Vlog にも挑戦します。1月19日日曜日、私20歳になって馬券が買えるようになるので、その日までにいろいろ勉強していきたいなと思ってます。そしてもちろん今まで通りダンス動画も更新します。皆さん引き続き塚崎キッズチャンネル応援してね。バイバーイ。